大学4年生の桑沢あゆみと申します。普段はサンズネクスト東京 FM さんのアルバイトさせていただいてて、その時は CM コンテストのサポートを補助していたりだとか、あと議事録を作ったりなどの仕事をしていて、今日の仕事はイベントのサポート書務みたいな業務になっていて、お弁当を仕分けたりとか、スタッフの T シャツの枚数を分けたり、トランシーバー配ったり、困っているところのサポートをしたりするような仕事をしました。最初の方とかついていくことしかできなかったので、それを自分から受けたらなというふうには思ったんですけど、だんだんなんか自分がやったらいいこととかがちょっとずつですけど分かるようになったので、そこは嬉しかったね。大学のゼミの授業でラジオに関する研究をしていて、その時に東京 FM さんにお話を聞かせてもらった時に、ちょうど大学の先輩が働いてて、そこで声をかけてもらってバイトを始めさせてもらったって感じになってます。今のアルバイトは月に4回くらいなので、週1ぐらいだと思います。バイトは居酒屋と、あとちょっとエンターテインメント施設でアルバイトしてるのと、今ちょっと短期でプールの監視をやってます。お仕事ごとに違うんですけど、なんかお仕事によってはすごい年上の方が多くいらっしゃる現場で、すごい今まで知らない世界のお話を聞けたりとか、休憩時間に聞いたりして勉強させてもらうようなお仕事の現場もあれば、他のお仕事の時は大学生、同じような大学生が多くて、みんなでちょっとおしゃべりしながらやってるみたいな感じの、周りは現場によって違うかなっていう感じです。今日は年上の方が多いなというふうに印象で感じていて、すごい皆さんピキパキ仕事してるので、皆さんのなんか働いてる姿を見ながら勉強させてもらってるって感じです。バイトはそれこそマイナビバイトさんとか、バイトのアプリを入れて条件絞って探しているって形です。マスト要件は結構一人で黙々とやる単純作業よりは、みんなでワイワイするような仕事が好きなので、の大人数でやるような仕事を探しています。裏方の仕事が知れたり、自分が何気なく楽しんでたイベントだったり、そういうフェスとかのこういう風に動いてるんだっていうことを知るのがすごく楽しいなって思ったことで、大変だったなって思ったことは、現場の仕事って来て初めて仕事内容を知るみたいなことが多いので、自分でどう動いていいかわからない時とかはすごいふたふたしちゃうことが多くて、そういうところは大変だなっていう風に感じました。イベントのバイトだと、自分が案内したお客さんがすごい笑顔で帰ってくれたりするのを見ると、すごくやりがいだなっていう風に感じるのと、あとはなんか裏方の心の仕事をしてる時に、周りの人とかに全然知らないことだったり、普段こんな感じなんだよって教えてもらったり、イベントの後ろってこういう風に回ってるんだよっていうことを、なんか自分がする仕事と関係ない深い部分まで聞けたりするのはすごい楽しいなっていう風に感じて、すごい自分で動くことって大切だなっていうのを学んで、ただ立ってるだけだと本当になんか邪魔になってしまうことがあるので、すごい自分もとにかく人一倍動いて、いろんなとこもあって、自分から仕事をもらいに行くっていうことがすごい大切だなというふうに学びました。大学の学部的にはメディア系の学部に入っていて、普段は映像制作だったりメディアについて学んでいて、サークルは広告学研究会っていうサークルにもう今引退してしまってるんですけど入っていて、 YouTube 作ってみたりとか、 CM っぽいのを作ってみたりとか、そういうことをしてました。私はエンタメ業界に行きたかったので、エンタメ業界で
自分がしたいことができるところっていうのを選んでたんですけど、大人が全力で遊べる施設とかって少ないなって思ってて、そういうのを自分で企画して作れるような人になりたいなっていうふうに考えてたので、エンタメ業界のそういう施設とかを作ってる会社とか仕事内容とかで選んで探してました。なんかあんまり世界にないような大人でも本当に周りの目を気にせず全力で遊べるような施設を自分で企画して、それを実現させたいっていうのが私の将来の夢になってます。僕らの未来に近道を、マイナビバイト。